Paramatch TV。 皆さんこんにちは、 OHK アナウンサーの中塚美穂です。イオンモール岡山1階晴れ待ちスタジオからお送りしております、 OHK アナのクスクス。今回のテーマはこちらです。新人さんいらっしゃい。はい、先日 OHK アナウンサー公式インスタグラムでお披露目があったんですが、なんと今年の4月から OHK のアナウンサーにニューフェイスが4人登場しました。はい、4人ですよたくさんいますね。そして今週はこの新人さんいらっしゃいウィークということで、月曜日から木曜日にかけてこの4人の新人アナウンサーを1人ずつご紹介していきます。さあ、その初日今日ご紹介するのはこちらの新人アナウンサーです。はじめまして、佐藤理子です。よろしくお願いします。わー、佐藤理子アナウンサーです。はい、新人マークがついてますね。本当だ、新人マーク、ね、ここについてますが、よろしくお願いします。お願いします。はい、初のスクス出演となりますが、はい、いかがですか、お気持ち。いや、ずっと見てた YouTube なので、こうなんか自分が今出演してるのが不思議で、なんかふわふわしてます。ふわふわしてますか、はい、最初の方ちょっとね緊張してたんだけど、今笑顔がいっぱい出てるね。いや、もうみおさんがすごいほぐしにほぐしてくださったのでぐいぐいねぐいぐいやってくださったのでよかった、はい、じゃあこの明るいフレッシュな佐藤理子アナウンサーのプロフィールをね、どんどん今日深掘りしていきたいんですが、本日それをご紹介するにあたりまして、こんなものをご用意しました。こちらです。じゃんじゃじゃーん、プロフィール帳です。皆さんこの見た目見覚えありませんか。2000年代の前半にとっても流行ったものなんですが、理子ちゃんはもう世代かな。もうザ世代ですもう小学生の時からずっと書いてました、うんうん、一緒一緒。私もちょうどね、もう世代でもみんなと回しながら作ってたんだけど、やっぱりクラスこう変わったりすると渡してた。そうですね、新学期のたびに書いてたので、うん、もう多分今も私残ってるんですよ、中学生時代のやつ。友達思いだねなんかなかなか捨てられなくって、こうなんかもう家に4冊くらいはあるんじゃないかなって思う。結構交換したね、はい、すごいねでもさ、よくよく考えるとこれって完全に結構個人情報じゃん。いや、そうなんです、ね、落としたらまずいよね。まずいです、もう厳重に保管させていただいてますはい、ということでこちら今回用意したのが大人のプロフィール帳というもので、 SNS で大変話題になったものです。特別に今回ご提供いただきましたので、理子ちゃんにこう書いてもらいながら、そして説明をしてもらいながら、私が気になったところを一回一回深掘りしていこうと思います。さあ、じゃあ早速理子ちゃん、はい、上の基本プロフィールのところからお願いします。はい、はい、では私の名前は佐藤理子です。2000年12月18日生まれでして、血液型は B 型で、お利き手右手です。はい、みんなからは、まあ、里理子と呼ばれたりシュガちゃんって呼ばれてることが多くて、自分では陽キャと陰キャのハーフ&ハーフな性格をしていると思います。ちょっと待ったちょっと待ったピンポンこの陽キャと陰キャのハーフ&ハーフっていうのはどういうことですか。私ベースは陽キャだと思うんですけど、うんうん、ちょっとしたところに陰キャが出てしまっていて、こういうのは、その例えばその大声で私学校歩いてた時に話しかけられたことあるんですよ、ありこやんって言われたことがあるんですけど、私久しぶりに会いすぎてびっくりしちゃって、あ、久しぶりってちっちゃい声で言っちゃったんですけど、絶対届いてないんですよ、向こう大声で言ってるから。なのでそのまま、あ、久しぶりって言って、そうですって言っちゃったので、向こう的には無視されたと思っちゃったんですよ。いやー、どうしようと思って、私後から DM で、うん、無視してない無視してないみたいな、ごめんねっていいフォローだねフォローしました。いや、そういうとこがな、陰キャだな。陰キャさん、ちょっと人見知り感があるってこと。どうなんですかね、ちょっとあるかもしれないですね。あら、ちょっと想像つかないですけどね、このリコちゃんの元気さから言うと、はい、意外とそういうところもあるんだね、はい。ただ陽キャというのはやっぱり、ね、神戸市出身ということで、はいはい、関西パワーが、そうですね、うん、関西人なので常に面白いことをしていたいって思うタイプなので。あ、そうですよ皆さんリコちゃんから面白い言葉がたくさん出ることを期待しましょう頑張ります、はい、頑張ってください。じゃあ続きお願いします、はい。休みの日はダンスの練習をしていると思います。特に K-POP が好きなので、YouTube などを見ながら踊ってます。どういったグループがいくつか好きなのありますか。
ルセラフィムとか、あ、はい、ニュージーンズとかが好きですね。最近流行ってるよね、はい、多分本当に最近出てきたばっかりの新曲たちだと思うんだけど、すごいよね、チャートというかトップ100のランキングにずっと入ってるもんね。そうですね、もうずっと同じ曲を一生聴いてます私。わかります、私もそのタイプで、やっぱりこう聴きながら踊りたくなっちゃうよね。そうなんです、もう体が動いてしまいますこのリコちゃんのダンスをいずれ YouTube のショーツなどでかけていこうと思いますので、はい、ぜひご覧ください、はい、じゃあ続きお願いします、はい、趣味はTikTok でお店探しをしたりとか、今時、はい、あと柔軟をすることが好きですね。お、もともとなんかやってたの？はい、私クラシックバレエを13年間やっていましたので。おー、柔らかいね。じゃあ、いやいや、もうちょっとずつ年齢ごとに硬くなっちゃうんですよ。なのでそれをもうほぐしてほぐしてっていうのをやってます。そのままね、ちゃんと、はい、はい、じゃあ次お願いします、はい、特技はモノマネって書いてるんですけどちょっとやってって言おうとしちゃった書いてるんですけど、うん、今レパートリー増やし中ということで、増やし中ということでじゃあ期待しましょう。はい、で、はい、うん、マイブームはオーディション番組を見ることで、うんうんうん、主にボーイズグループとかを見ることが多いです。これは K-POP とか。あ、はい、K-POP も見てますし、J-POP も、J-POP も、はい、ジャンルワーズ見てます。はい、はい、で職業肩書きはアナウンサーということで、はい、デビューしましたね。デビューいたしました、はい。よろしくお願いします。お願いします。そうしたいでしょうか、はい。大人になったと感じる瞬間は、寝る前のストレッチでバキバキと体が鳴るようになったね。怖いけど関節が。はい、そうです。なんか普段は鳴らなかったんですよ、うん、今まで。うん、10代まではならなかったんですけど、20代から腰をねじった時にボキボキボキみたいな、首曲げたらボキボキみたいなこれってちょっと年取ったって証拠なのかな。いや、どうなんですかね。私もなるよ。なります。なるいやー、そういうこと年齢重ねてます。あっちゃーそっか、はい、わかりました。そこかなと思いました。なるほどね、はい、そして幸せを感じる瞬間は、うん、お風呂に浸かる瞬間です、ね、温かいのに入るとリラックスしちゃいますね、はい、で座右の銘、好きな言葉は好きこそものの上手なれという言葉です。はい、はい、もう、うん、食べ物いいですか。もちろんもちろん、いっぱいどん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 アピールお願いします。はい、はい、ここからバーっていきますね、うん、食べ物は干し柿が好きです。いしょ好きな色は水色です、うん、動物は2匹、私猫飼ってるので猫ちゃんです。写真見たい。ぜひちょっと持ってきてください。ぜひ、うん、で好きな飲み物は紅茶全般です、うん、で柄モチーフは強いてあげるなら花柄が好きです。何柄も全部好きですけど、ね、はい、でスポーツはトライアスロンとフィギュアスケート。ちょっと待った、おトライアスロン、はい、すごく本格的だけどこれはずっとやってたの。学生時代に何か挑戦してみたいなと思って、たまたまテレビでトライアスロンをやってる女性の方が出てきて、かっこいいって一目惚れしてすぐ応募しました。すごいねえ、それさ、トライアスロンって自転車とか、はい、泳ぐのとかいろいろあるじゃん。あります。スイムとバイクとランニングやったの。やりました。え、すごい。それはもうゴールしたの。はい、完走して年代別第1位になれました。皆さん第1位らしいですよ。でもこれにはちょっと訳がありまして、あの20代女性の部で出場していたのが私だけだったんです。はい、なるほどね。で1位です。で1位で1位だけど、いや、完走しきるっていうことがすごいね。いや、もう本当に応援の力もあって完走することができました。いや、体力があるということで、うん、スポーツ運ですね。いや、お任せください。頼もしい。はい、じゃあ行きましょう、はい、次続いて、うん、好きな場所、うん、観光地は六甲ガーデンテラスという私の地元と、うん、岡山城ですね。私も神戸の枝垂れがあるところから。あ、そうです、そうです。景色が本当によくって、朝行ってもいいし夜行ってもいいしっていう最高のロケーションです、うん、はいはい、で香りはジャスミンで、うん、香りだよね、はい、音楽はトゥーザファーストというスカイハイさんの曲が好きです、うん、スカイハイ、元トリプル A の方か。そうです、そうです。トリプル A のラッパーをしていたスカイハイさんの曲が私のテーマソングでもあります。お、はい、私でしょうね。はい、でキャラクターがもうつながっちゃうんですけど、スカイハイさんと、うん、あと恩師オールスターズです。ちょっと待って、ね、
恩師、恩師オールスターズっていうアーティストか人がいるの？あ、違います。私が勝手に作ったんですけど、よくテレビ番組とかで、このなんか恩師の方をお一人紹介するコーナーがあったりすると思うんですけど、私考えてみたんですね。誰を呼ぼうと思った時に、あの先生もこの先生もバレエの先生も高校の先生もって挙げてったら、もう数えきなくなっちゃって。なるほどね。なんかもし出演していただく機会があれば、恩師オールスターズとして皆さんに出ていただきたいなと思って。リコちゃんを育て上げてきた先生方を何人いるの？10人ほどですかね。ちょっとすごいぞ。リコちゃん の、ね、人格を形成する上で、はい、恩師になった方がたくさんいらっしゃるんですね。はい、そうなんです、はい、恩師の方見てますか？デビューできました。デビューできましたよ。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、続いて、はい、ブランドお店は100均が好きです。ね、もうお手頃価格で、はい、もうあったらすぐ入っちゃうので。おお、このねイオンモールさんにもね、はい、大きい。あ、そうなんですよ。もうすでに行ってます。あ、すでに。はい、購入もしてます。じゃあお家にはたくさん溢れてるのかな。はい、100均グッズが結構あります。なるほど。はい、はい、日本は激変というあのクリームシチューの上田さんの作品、と、あと夢を叶える像という本が好きでして、はい、くすって笑えるお話が結構好きなのであげました。本好き？本結構読んでます。あ、はい、本当に。ちょっと私すごいなって思ったのが、はい、リコちゃんからいろいろもうすでに編集のレポートとかを受け取ってるんだけど、はい、ちょっと文才があるなって感じてて、全くですね。言葉の表現の、ね、幅がすごいなと思いました。ちょっとリコちゃんに何か作ってほしいな。いやいずれ。いや、すごいと思ったよ。あの旅路とかいろいろ書いてくれてたさ、はい、ちょっとね、これあの個人情報だからあまり深くは言えないんですが、いや、こうアナウンサーとしてこう生きていく上でのこの、まあ、道筋というか、そういったものを濃い旅路とかに表現してて、この子は才能があると萩原さんと話しておりました。いや、大変恐縮でございます。、はい、ね、じゃあ、ありがとうございます。期待しましょう。はい、頑張ります。はい、じゃあ次行きましょうか。続いて、言われて嬉しい言葉ランキングにしました。第3位、第2、綺麗、第1、面白い。面白い、関西人。はい、もうどんな言葉よりもおもろいって言われただけで、その日一日超ハッピーに過ごせます。関西弁ですね。はい、おもろいと言ってあげましょう。言っていただけるように頑張ります。はい、でもらえると嬉しいプレゼントはハンカチです。今一番欲しいものでもあります。なるほど。社会人始まって、はいはい、で今一番欲しいものはさっき言ったように香水です。言ってたね。アナウンス部の方皆さんすんごいいい香りするんです。いい香りの方多いよね。はい、なので私もいい香りのする女性アナになりたいです。はい、でチャレンジしてみたいことは漫才。ねえ、漫才。はい、私夜寝る前に結構漫才を聞いたりする。そうだ、ね、言われるそれ。あ、もうずっと笑ってる。気づいたら笑ってないでしょ。気づいた曲といつの間にか終わってるみたいな。なんか笑いながらへへへ。ちょっと怖いな。見てみたいけど、はい、そうなのね。芸人さんとコラボできたらいいなとかって思ってます。いい、ね、その夢も叶うと思います。はい、叶えてください。はい、お願いします。お願いします。はい。、はい、で最近のいい思い出は休日に同期とバドミントンをしたことです。仲、いいね。そうですね、ずっと休日結構会うことが多くて、はい、体動かしたいねって言って100均でそれこそ買ったんですけど、そこでねこの100均が生きるということで、はい。良い思い出ですね。はい、良き思い出を作ることができました。はい、はい、で次行きましょう。もしもコーナー。もしもコーナー。もしもコーナー、生まれ変わるなら世界中で活躍するボーイズグループのメインボーカルをやってみたい。なるほど。さっきオーディション番組が見るのが好きって言ってたから、はい、そこに立ってみたいっていう思いやっぱあるよね。そうですね。人生 2週目できるならちょっと応募してみたいなと思ってます。わかるわ。ちょっとねいいよね、あの緊張感という。そうですね、キレッキレに歌って踊って、はい、してみたいです。はい、でも魔法が使えたら、ホグワーツ魔法学校に入学したいなと思ってます。わかるわ。答えられるよね、あの世界ね。どこのポイントが好きとかある？レイブンクローです。レイブンクローに入学したいと。はい、ちょっと私はね、やっぱりあでもグリフィンドールかハッフルパフか迷うけど、グリフィンドールいいですよね。ちょっと王道に行きたいなと思ってました。はい、はい、
続いて1ヶ月お休みならベトナムのダナンというところでマリンスポーツを楽しみたいです、うんうん、アクティビティがね、はいはい、で300万円がもし当たったら一人旅に行ってみたいです。これは貯金をせず、はい、もう300万当たったらその300万で行けるとこ全部行ってみたいなと思ってます。なるほど、まあ、若いうちにね、そうですね、いろいろね行ってみたいよね、はい、行きたいところだけです。はい、はい、続いておにぎりの具昆布一択です。昆布好きなんだ、はい、あら昆布大好き。ラーメンの味は塩です。海系なんですよね。なんかちょっと海に全部由来してるね、はい、いい感じだね。で好きなお鍋はあの辛いの得意じゃないんですけど、キムチ鍋が好き、うん、美味しいよね。美味しいです。あの辛さが癖になる、うんうん、で粒あん派かこしあん派はこしあんです。こしあん、はいはい、でお寿司のネタは卵が一番好きです。かわいいふわふわの卵ね、うんうん、はい、でカレーの甘さは甘辛ってちょっとキムチ鍋に引っ張られちゃったんですけど甘口って書こうとしたんです。これ甘も辛もいけるのではなくて甘口がいいのね、はい、あの子供用 の, あのカレーあるじゃないですか、うん、あるある優しいカレー、ああいうのとか大好きです。わかる、あそこまで甘くていい、ね、甘口買っちゃうよね。買っちゃいます、はいはい、じゃあお味噌汁の具はわかめが好きです、うん、はい、これもいい。たい焼きはどこから、これあんまり意識したことなかったんですけど、うん、頭からいきます。なんかねあるよね、頭から食べるかおしっぽから食べるかで ありますか。なんかねシシャモかな、頭から食べると頭が良くなって足から食べるとこう足が速くなったり健康になるって言うんだけど、たい焼きもあるのかね。あるんですかね、うん、ま、頭から食べます。頭から、はい、プリンの硬さはプリンプリンって書いたんですけどこれ わかんなくてこう硬めではなくて、あの、うん、こうやって揺らしたらプルプルな揺れるやつね、揺れるタイプのプリンプリンのものがいいです。よく飲むお酒は梅酒で、うんうん、あのいろいろ試したんですけど、うん、結局行き着いた席はノンアルコールでした。あら、もうアルコール入ってない方、ね、もう梅ソーダでええやんってなるかもしれないですけど確かに梅酒が好きです。梅酒、はい、でおでんの具は大根で、目玉焼きにはあのソース派醤油派とかいろいろあると思うんですけど、うんうん、まあ、手前にあったものは私はつけます。普通に何でもいける感じね、はい、特にこだわりはありません、うんうんうん、はい、卵焼きの味付けはあんまあまです。これはご家庭が、はい、そうです。あら、私、はい、関西って結構だしのイメージがあるんだけど、出身が、私は関西人なんですけど、うん、母が別のところなので、うん、そうなんだ、はい、そうなんです。じゃあお母様の地元の味付けなんだね、はい、多分そうだと思います。もう高校時代に私の友達とお弁当交換をしたことがあって、私の食べた時にもうこれスイーツやんって言って突っ込まれるくらい本当に甘いんです。いっぱい砂糖入ってるんだ、砂糖だけに。あ、砂糖だけに、うん、ちょっと 今いい感じで言えたかな、はい、で好きなおつまみは小魚&ピーナッツ、うん、美味しいよね、はい、が好きです、はい、でピザの生地はふわふわのパンピザっていうんですかね、うんうん、あれが好きです、うん、まあ、コスパいいのでね、はい、ちょっといちいち面白いよ。お腹に溜まりやすいのでね、うんうん、薄ペラよりかはパンピザ、うん、でとんかつには、まあ、付属のソースがあると思うのでそれをかけようかなと現実的です、はい、なるほどね、はい、で苦手な食べ物は、うんうん、まあ、ちょっと本当に申し訳ないんですけどグリーンピースと里芋、ね、たまに降るよねグリーンピース嫌いな子ね、はい、うん、もうあの一粒だけでもちょっと厳しいのですいません。食感が、食感ですね、2つとも食感が、食感がちょっと仲良くなれなくてなるほど、ごめんねということで、はい、ごめんね、はい、じゃあ次で最後の晩餐は一汁三菜、うんうん、これも現実的だけどお母様が作ったものとかがやっぱり、はい、いやもう普通に定食がいいな、普通に初めて聞いたぞステーキではなくて、はいはい、豪華なものよりも普段食べてるものを食べて幸せを感じながら眠りたいなと思います。日本人らしいものですねはい、Which one いきましょう。 Which one は自分は、はい、猫派です。平日はインドアかアウトドアと言われたら、まあ、アウトドアですね、うん、はい、で朝食はお腹にたまるのでご飯です。はい、返信はめちゃめちゃ早いです、うん、多分同期の中でも一番早いかもしれない。すぐくれるよね、はい、ピピオってやります、うん、でこれはタケノコの葉、里葉ですね。ちょっとこれはね愛入れないな、キノコの山葉です。なんでタケノコな食べられるからそっか、ちょっとキノコの山って食べ方むずくないですか。まあ、確かに、いやでもね、いいのかな、上のチョコの部分だけ最初食べてから後から放り込むのがいいよね。
二段階方式で二段階方式そっか、ここだけ愛入れなかったな、ここだけ、じゃあね、はい、絶叫系は本当にダメですね、一緒一緒、はい、ですはい、ごめんなさい、はい、でふるさと納税は一応してるというふうに回答してます、うん、よし、連想ゲーム、はい、どこ行こうか、連想ゲーム、はい、かっこいいアナウンサー、うん、萩原アナウンサーと森アナウンサーと岸アナウンサーです、はい、あ嬉しいと思います本当にかっこいい、うん、どんな時でもかっこいいので、かっこいいしか出てこないです、うん、かわいい、はい、かわいいはもう美穂アナウンサーです、ちょっとここにね、なんか嬉しいわ、いやもう初めてお会いした時に、うん、こんなに天使みたいな人いるんだって本当に思うんですよ、びっくりしちゃって、ちょっとね今ねあの向こうのねサブの方から笑い声が聞こえてきたんだけどだっていやいや、うわ嬉しい、びっくりしました、リコちゃんそれあの1年後も言い続けてるねもちろんです、うん、イメージ変わって、はい、あのアナウンサーひどいわとか言わないでね、本当に全然、うん、全くですね嬉しい、実物にお会いしたら皆さんびっくりされると思います、嬉しい、はい、じゃあ面白いアナウンサーは篠田アナウンサー、面白いよね、ずっと笑わせていただいてます、うんうん、天然のアナウンサーはあの同期の森下と書かせていただきました、おー、カノンちゃん、はい、天然があるのね、私天然、まあ、どちらかで天然だと思うんですけど、うんうん、あのパフェに目がなくって、このお店とかでたまにポップとかでパフェ置いてある時あるじゃないですか、この商品おすすめですみたいな、うんうん、その時にパフェって言うんですよ、かわいいなパフェが好きなのね、本当にね、オブジェ見ただけでパフェ食べたいってずっと言うので、いや想像つくわ、かわいいわなるほどね、はい、なんか機嫌を取るにはパフェがいいんだなって私は思ってます、はい、わかりました、メモ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 、はい、ではおしゃれなアナウンサーは藤本アナウンサーと今川アナウンサーです、おしゃれだよね、はい、自分が見てびっくりしました、うん、はい、じゃあ最後のコメントいきましょうか、はい、私は岡山県香川県中を駆け回って皆さんとたくさんお話をしたいと思っています、うん、そしてたくさん岡山県香川県について教えてほしいなとも思っていますので皆様どうぞよろしくお願いいたします、はい、もう皆様ぜひ佐藤理子アナウンサーを何卒よろしくお願いします、はい、以上見て いきましたが理子ちゃんいかがでしたか、やってみて結構知っていただけたんじゃないでしょうか、そうだよね、すっごく細かいところまでね聞かれてるから、で可愛い絵とともに描いてくれたので頑張りました、ね、ちょっと似顔絵がねこれね多分私なんだよねそうなんです、リコちゃんじゃなくて私描いてくれて20周年記念だ、ね、ちょっと見覚えがあるからもう突っ込みそうになったんだけど、ね、すごい可愛く描いてくれててありがとうございます、はい、じゃあリコちゃんねいっぱい知っていただけたということで、はい、さらにリコちゃんを知ってもらうために最近 SNS のアカウントができたんだよね、はい、インスタグラムで、うん、SATO アンダーバー RICO と検索していただけますと、はい、リコちゃんの C はね、あのリコの子は C なの、そうなんです、うん、でも可愛いかなと思って、可愛い、これね可愛いと思った可愛いかなと思って、ね、はい、謎の子はこだわりですC じゃなく C です、 C でこれで検索をしてみてください、はい、ぜひフォローを待ってます、はい、皆さんこれから佐藤理子アナウンサーをよろしくお願いします、お願いします、はい、そして本日使用したこちらの大人のプロフィール帳はぜひぜひ皆さんも書いてどんなたかと交換して楽しんでみてください、ということで今日は新人さんいらっしゃいということで佐藤理子アナウンサーをご紹介いたしました、ではまた次回の OHK アナのクスクスでお会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ、よろしくお願いします